こんにちは、聞く人です。今日はテーブルの上じゃないんだけど、実は先日 LINE で直接会ってお話ししてみたい人いますかっていう風に LINE を送ったところですね、何人かの方からお返事をいただきまして、でその一人の方を今待ってます。こんにちは、よろしくお願いします。抵抗あったり嫌だったら これこっちしか今映ってないんだけど、嫌だったらもうなしにするから。まず1個だけ聞いてもいいですか？はい、僕のチャンネルどうやって知ったんですか？あ、最初 TikTok 見てて、はい、TikTok 見て、その後 YouTube 見てみたいな感じ。前から見てる。本当ですか？はい、いや、めちゃくちゃ嬉しいな。なんか物とか使って例えてるじゃないですか、なんかコップとか、あとスゴロクとか丸いやつとか、だからなんかそういうの言語化できないの物とかですごいやってるのが、あ、すごい分かりやすいなっていう共感とか。はい。ありがとう。それは嬉しいな。何年か前なんですけども、中学校の時に学校行けてなくて、結構厳しい家庭だったんですけど、そこで急に学校に行かなくなったから、親とかもパニックになっちゃって、なんかまあ家族が一緒にノーみたいになっちゃって、学校行けてないし、このまま生きててもしょうがないからみたいな感じで、今は高校1年生なんですけど、ここ入って、多少は親と関係良くなったんですけど、やっぱり思い出して夜中とかに過呼吸になっちゃったりとか、電車とかで名前呼ばれる幻聴聞こえたりとかで、生活に支障があるなみたいな。ある程度ずっと答えてきたから、その期待に、だから急にどうしたのみたいな、多分あっちもなったのかなみたいな。それまでは結構勉強も頑張って相当できた方だと思うけど、また自分が勉強しだしたからあんまり何も言われなくなった。必要してって、高校の先生とかも一回相談してみたんですけど、そっから音沙汰ないっていうか、後で声かけるねって言われて声かけられてないみたいな。なんか相談しにくくなっちゃうから、私なんか裏切られた感じしちゃうじゃないですか。結構人生かけたぐらい、そう、いった勢いだったから。友達とかもあんまいるけど、そんないろいろ話せないじゃないけど、なんか勝手にこっちが壁作っちゃってるみたいな。そんな会ってしょっちゅう自分の信頼話するわけにもいかないし。自分の場合は、例えば学校行けなかった時に、友達にいじめられて行けなくなっちゃったんですけど、最初に、こう、なんで行けないの？なんで行けないの？ってずっと言われるのとかもきつかったし、あと、すごい言いたかったことがあって、うん、不登校のお母さんとかお父さんって携帯取り上げたりとか Wi-Fi 切ったりする人がすごい多いんですけど、そうなの？すっごい多くて、なんかもうこれ不登校あるあるなんですけど、Wi-Fi 切られる、携帯取り上げられる、ゲーム機隠されるみたいな。罰を与えるんだ。そうなんですけど、ネットがやりたくて学校に行けてないわけじゃないから、居場所がないからネットに逃げ込んでるだけであって、ネットがあるから現実の居場所がなくなってるわけじゃないから、新しい好きなものをなんか与えてあげた方が絶対その子の将来につながるし、ゲームやり込んだらもしかしたらゲームのプロになれるかもしれないし、ゲーム好きだなってなってゲーム作る人になりたいって思えるかもしれないし、だからなんか頭ごなしに何でも取り上げるのは良くない。自分がそれで取り上げられて家に何もないから、じゃあ外行っちゃおうってなって、外で結構いろいろ危ないことがいっぱいあったから、家の中にいた方がまだ安全だなって思う。本当に危ないことをしちゃう子もいるから、いい方向にはつながらない、絶対に。その元の学校に戻れなくて、これから先も学校に行けなかったり、そういうことが起きるんじゃないかみたいな、うちの親も逃げ癖がつくとか言ってたんですけど、多分そういうのを親御さんとか思ってると思うんですけど、私中学2年生から普通の学校はもう2年くらい行かなかったんですけど、結局フリースクールに戻ったんですけど、そのフリースクールから高校に入れてるし、だから無理にその公立の学校に入らなくても将来別に終わってるわけじゃないし、今の通信の学校は例えば福祉に就きたかったら福祉の授業があったりとか、あとネイルに就きたかったらネイルの資格が高校の間に取れたりとか、将来のためにつながることは別に高校でやればいいから、中学行けなかったらそれはそれで大丈夫だし、高校も転校しちゃえばいいし、環境を変えないと変わんないっていうか、行きたくないってなったらもう行きたくないから戻しちゃダメです。そしたらその子がもっと辛いことになっちゃうから。ちなみにそらさんのお父さんお母さん焦ってた？
すごい焦ってたし、焦ってたゆえの多分行動だと思うんですけど、包丁とかもすごいもうずっと焦ってたし、携帯とかも全部取り上げられたし、いや本当にすることない、外行っちゃったりとか、それこそなんかでも日中親とかが言うまともな人たちは学校に行ってたから繁華街に行っちゃったりとかするし、学校行かないのはいいと思うけど、そういうコミュニティとかは本当に良くない、危ないから。居場所を求めるのはすごくいいことだと思うけど、もっと良くない方向につながっちゃうから。あとそのフリースクールを見つけてきたのが、自分で見つけてきて親に渡してここに行きたいって言ったから、行動力あるね、本当に嫌で、自分で居場所を見つけたっていう自信もちょっともあったから。体験授業で大体の雰囲気って当たってるもん？あ、当たってます。私が行ってたところは人が来ても全然雰囲気変わらないから、本当にすごいおすすめしたい。多分フリースクールって勉強とか持ってったら先生も見てくれるんですけど、普段は学校のお友達とみんなで話したりカードゲームしたり、私の学校はそれこそゲームも持ち込み OK だったし、スマホも大丈夫だったんで、みんなでスマホゲームしたりとか、結構そう言うとお父さんお母さんは結構嫌な顔するんですけど、多分スマホゲームダメじゃない、学校行ってまでゲームかみたいな、だったら行ってる意味なくないみたいな。でもゲームする友達ができて、フリースクールとかで、そしたらその友達とお休みの日に遊びに行ったりすることだってあるだろうし、そしたらその友達の友達と友達になれるかもしれないし、どんどん輪が広がっていくと思うし、コミュニティに属してないから多分寂しくてお家にずっといるとかもあると思うから、とりあえずコミュニティに属すみたいな。例えば誰かがちょっときつい言い方した時とか、すぐ先生がその場で注意して、それめっちゃいいね。ずっと一緒にみんなで遊んでるんで、その場で注意するみたいな、後から嫌な気持ちだったなっていうのはない。すごく相談しやすかったです私は。最初はすごい嫌だなと思うし、通い始めても私も毎日行けなかったし、もう1週間に2日とかしか行かない時もあったけど、最後の方は毎日行くようになって、すごい大事だなって思ったのが、 TikTok とかでおすすめの映画とか小説とかを紹介してる人がいっぱいいると思うんですけど、暇だったんで、その間スマホなかったらテレビとかしか見れないじゃないですか。それこそ図書館行くとか、なんか Amazon プライムをテレビで見れたんですよ。だからすごいいっぱい海外の映画見るとか、あと本をいっぱい読むとか小説とかで、なんかすごい豊かになった、心が余裕につながった。でも今の子って携帯ないとおすすめの本とか分かんないと思うから、きっかけに絶対なるから。なるほどね。 TikTok も結構いいっていう、 TikTok の方がみんな見るんじゃないかなってすごい思う。 YouTube ショートとかね。あ、 YouTube ショートとか絶対すごい見ると思うんで、大人の方々が多分読書感想文とかで推薦図書みたいのあるじゃないですか。ああいうのもすごい、うん、面白いけど、もっと他のものを求めてると思うから、小中高生は。だからなんか、同年代の人とかが結構やってるのが多いから、多分年が近い人、二十歳とかの人が発信してるものが多いから、そっちの方が本読むのあんま好きじゃないって人も楽しめそうだな、とか。プラスアルファなんかしてあげるとか、本を置いておくとか、あんま言わずに、置いておくって、生き方に関しての本を置かれるとちょっとプレッシャーに感じたりするんで、どう生きるのかとか、こう何歳の生き方とか、ハローワークの本とか置かれるとちょっとあれなんで、普通におかげの案とかでいいと思うんですよね。私はすごい現実が嫌すぎて、自分がその主人公だと思い込む時間がすごい楽しかったりしたんで、別の人間になれるじゃないけど、そういう面でも SNS ってある意味別の自分になれるから、SNS があるから学校に行けてないんじゃなくて、学校が辛いから居場所が他にないから、今 SNS をとか携帯とかゲームをずっとしてるから、今ある居場所を取り上げちゃうと絶対その子はもっと寂しくなっちゃうなってすごく思う。好きなものを見つけてあげた方が、絶対映画とか絶対居場所がどっかにあると思うんで見つけられたらね、嬉しいですね。ないことは絶対ないと思うんで。そうだね、うん、ありがとうございました。すいません、長々。楽しかったです。また動画できたらチェックしてもらえますか？待ってます。どんな感じになるかわかんないですけど、あ、すごい楽しみに待ってます。撮れてるか心配だったけど、ちゃんと撮れてる。撮れてなかったです。